こんにちは、速稼塾の久保です。無限に出る湧き水ですか。私ね、一番最初にやったセミナーっていうのが、実はですね、私が新入社員として働いていた、まあ、唯一ね、勤務していたスーパーがあるんですけども、大学出てから。そこで教わった研修資料を、持ち出してきて、それを喋ってたんですよね。で、大体それがね、90分で1人3000円ぐらいもらって、参加者が20人から30人いたみたいなことでね、ちょっとしたお小遣い稼ぎになってたんですけども、結局ですね、私はサラリーマンがすごく得だなと思うのは、無限に教育資料がもう強制的にね、そうやって送りつけられてきたりとか、会社の中で会議とかあるでしょ。でそういったものって全部ね、学習なんですよね。これをフリーランスとか自分が社長になってやろうと思うと、わざわざそういった情報とか研修って買いに行かないといけないんですよね。だからものすごいコストかかるんですよ。でもどっかの会社の社員っているだけで、毎日のように上司から教育があってですね、教育って捉えてないんでしょうね、きっと。めんどくさい指示をされたと思うぐらいなんですよね。でも一つ一つが人材教育のネタであって、長い経験から湧き出た知恵であってね、全部を肯定的に捉えると、毎日勉強になるのはすげえな、今日も YouTube のネタいっぱいできちゃったよみたいになるんですよ。それこそね、10時間勤務してると10時間分のネタが100時間にまで膨らんだりとかね、1000時間まで膨らむんで、私は会社員むちゃくちゃ得だと思うんですよ。本当にね、今でもね、私ね、バイトに行きたいなと思うんですよね。例えばコンビニとかね、それからトラックのドライバーとか、いろんなバイトがあると思いますけども、人手不足のところいっぱいあると思うんですよ。そこに私ね、もう本当にね、30分でも勤めたら、もうね、延々とこの YouTube のネタになると思うんですよ。こんな気づきがあった、こんな発見があった、こんなことを教わった、こんな人がいたとかね、無限ですね、もうね。だから今ね、どっかでサラリーマンとかでお勤めになって、いやー、なんかサラリーマンで勤めてるんで情報発信のネタなんてないですよ、どうやってそんなに無限のネタ仕入れるんですかって、いや、あなたの人生そのものがネタだっていうね、もう本当になんかこれ気づくか気づかないかっていうことなんですよ。真剣に自分の1秒を使ってるか、それともなんとなくやらされてる時間だと思ってるのかなんですよね。はっきり言ってね、強制的にやらされたことですらもう自分のね、ネタになるわけなんですよ。あんまりいいことではないんですけども、例えばね、シベリア抑留とか、それからどっかに捕虜になっちゃってすごいひどい扱いを受けたっていうものがアウトプットすることによって多くの人の注目を集めるという事実もありますよね。いや、だからそういうのはね、本当に例えとして好ましくないんですけども、実際に戦時下でひどい扱いを受けたとか、収容所に入れられてひどい目に遭ったってものに人が集まってるわけなんですよ。だからそれをやれってわけじゃないですけども、ああいう状況でも自分の体験をアウトプットすることによって多くの人を振り向かせることができるってことは、私たちはね、そういうふうな過酷な現状に置かれてないわけですよね。ということはですね、普段お勤めの中で、前向きになれることとか気づきとか発見ってすごい探せると思うんですよ。だから自分のお勤めの職場に魅力的な人はいませんかとかね、働いてみたいと思えるような動機はありませんかってことなんですよ。何もないんだったら、なんであなたはそこに就職して、そして明日も行こうとしてるんですかって話になりますよね。だから必ずそこに宝はあるんですよ。ただ自分がそれを安く見てるだけなんですよね。いわゆる他者否定なんですよ。自己肯定他者否定になると、全くそういったダイヤモンドが見つけられなくなってきますけども、自己否定して他者肯定するとものすごくいいものに気づけると思うんですよね。いってらっしゃい。